まあ弁当で行けってことだろうねこれね。はい、行きましょう行きましょう。まあまず悪いやつらってことだと思うけど、こっちだね。エイリアンの反応なのか人間の反応なのかもよくわからないんですけども、これどこに出んのかな。見た感じ敵のマホーニー、そういうお友達の名前がいます。あ、お友達がそういう名前の人いましたね。ここに来れるかって。あ、見られた。あー、アンドロイドに聞いてみたらわかるんじゃないのかって。あいつらはね、人を攻撃してるんだよって言って。あー、それはね、許可されてない行動をすると、大丈夫なのかな。他のどっかにいる人はこっちでよかったのかな。あの人たちの会話はね、エレベーターがね、動かないからここから出られないんだと。で、他の場所にいる人たちはリクイジションっていうのが何だかわかんないけど、お手伝いロボットに聞けばその替えのパーツの場所がわかるんじゃないかってことをね、言ってましたけど、バカ言うなよってね。そんなことしたら奴らに、ランドロイドに殺されちまうじゃねえかよって言って。だけど、それしか方法はないみたいなことを言ってたんですが、こっちでいいのかな？やらなきゃ、俺らならできるぜみたいなこと言ってますね。これ真下じゃねえの？で、どうすんだ？考えさせてくれよ。ああ、爆発は何だったんだって言って。何がね、原因だったんだろうって。ウェイツだろうって。リモートチャージを使いやがったんだって。あのトラップでね、あのエイリアンを殺そうとしたみたいだね。ガリレアってエリアが安全そうだからそこに行けるんじゃねえのって言って。なるほどね。そこの場所も危ないに決まってるみたいなことを言ってましたけど、ああいう爆破してね、ぶっ壊そうとする奴らがいる限りは安全なとこなんてどこにもねえよっていうことでしょうね。どっち行くんだろう。こっちかな。マップもよくわからない状態なので、とりあえず進んでみないとなんとも。徐々にね、マップが大きくなっていくタイプなので、ちょっと待って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 、これ出ていいのかな。あー、なるほど、銃声を聞いたって、戦ってるのは俺たちだけじゃないみたいだって言ってますけど、どこにでもいるって。ちょっとそこの目の前にいるんじゃねえのこれ。よいしょ。はあ、これ上に行けばいいのかな。ちょで、あー、下にもいるんですけど、上の階にはいないのかなこれ。で、ベンドの中を動いてるのはエイリアンなのかね。そのアイテムっていうのはどこにあるの。プロセジャーオブザベーション、なんか観察室みたいな感じみたいだけど、あれは何これ、死体？あ、アンドロイドかこれ。スクラップとコンパウンド、あれ上がれない。で、あ、マップね、はいはい、マップアップデートしてちょっと見えるようになった。あ、マップアップデートで見えるようになってねあ、ピカピカいってるよ。なになになに、フレアか。大丈夫？なんか音はすごいんだけど、大丈夫？よいしょ。アクセスターミナル、さあ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 、エラーでしょ。
はぁ、たでぶらいです。読んでる暇がないというのが怖い。エラー。ファイルシステムコラプティーだ。じゃあ、ここではやることはないみたいだ。ちょっと待ってね。ここには何もないから、とりあえずセーブがしたい。どこに行けばいいんだ？奥に行けばいいのかな、これ。うわぁ、なんかいっぱいいるっぽいよ、敵が。このオブザベーションエリアにはいないのかな？誰も。あーに、下の階にいるだけっぽいね、多分。あったとりあえず、ここで一回、休憩入れて、はいはい、オーバーライドセーブデータ。よし。で、またコンピューターから、これ同じなのかな？調べてった方がいい？よいしょ。ふぅ。ワーキングジョー。ワーキングジョーってのは、アンドロイドの子だと思いますね。これ、they don't buy it。そのことか。ストレージインベントリー。アップセスボンってフルランダウンで、ウィガストックのコンポーネント。ストレージにあるってさ、やっぱり。エラー。やっぱなんかいろいろなものはストレージに入ってますよと。で、そのストレージは一体どこなのかと。びっくりマークが出てるから、まだここでやることがあるようだ。これか？これじゃないのか。違うな。あ、これスモークボムだって。ブループリント。さあ。あんなことやることはなかったんだよって。でも、俺たち腹減ってるからなって。なんか、どこ襲ったのかな？ここの先に、それは何もないよね。いやー広くなってきたね、だんだん。なに、あー、エイリアンだ。やられてる。ベッドに誰かいたぞーって言って、まあ、やられるっていうパターンね。ってことは、またエイリアンが追ってきてるので、ここも怖いってことだよね。ここは何、ここ、アイテム拾うだけかな。何これ、スクラップ。これも調べてった方がいいのかな。ストーリーラインがね、結構関係してるみたいだね。パーソナルエラー、イリーガルシーク、トゥモロートゥゲザーってよく書いてあるよね、これね。トゥゲザートゥモロー、このスペースのオフィシャルヒストリー。なんかそれスローガン的な感じなんだろうね。Together Tomorrow って。このシーグソンの会社のスローガン的な感じだと思うんだけど。オーディオね。ユーティリティはエラー。OK。よく壁に書いてあるんですよ。Together Tomorrow って。大丈夫なのかな、これ。上に行くべきなのか。オブジェクト。Find a way open to the door to the warehouse. キーカード required. 上に行った方がいいのか。まあいいや、とりあえずここのストレージから見てみます。上歩いてらっしゃいますね。User requestion の Android。 あ、さっき言ってたことか、これが。アンドロイドをね、使って、ウェアハウスに到達せよって言ってるんですけど、あれ人じゃねえな、違うか。何もいないみたいだから、多分大丈夫だと思う。こいつ大丈夫なの？あ、リストアだ、パワーだって。はぁ、なるほど。この奥なんかあんのかな？
ちょっと一応見ときますね。おう、おう。別に普通に歩いてていいのかな。これでもまあ音はしないっちゃ音はしない。走らなくていいのかな。この部屋は何？あ、セーブポイントあるじゃん。よし。ラッキー。セーブゲーム。ふぅ、なんだかんだでもう28分か。結構ロスがね、死んでやり直して、これ何これ？ユーズ。セキュリティアクセスチューナーがアップグレードされました。Find a way to power up。 あ、まだダメなのね。スクラップ、タグ、サーチ。フラッシュライトのバッテリー、これは来た方が良かったのかもしれないな。帰り道に何かが出るとかそういう系。これもアンドロイドなのかな。目光ってる目が光ってる白い目の時は多分大丈夫な人たちなんじゃないの。大丈夫。この人たちはここはシグソンって会社、多分、アンドロイドを作ってるメーカーも兼ねてるのかな？いやー、上の方歩いてるね。ってことは、そこを開けるために、アンドロイドを起動しないといけないってことだと思うから、この上に何かがあるんじゃないの？行く場所ないもんね。よいしょ。上から落ちてきてたからね。あ、上、あ、またセーブポイント？ちょっとここら辺いっぱいあるね。ちょっと待って、なんかいっぱい光ってるとこがありすぎてさっぱりわからん。これで多分電源をオンにするんじゃない？セキュリティチューナー、あ、これで使うのね。なんかアップグレードされてたって言ったけど。ここ。まず、これでしょ？これでしょ？あ、一つ増えてる！あれ？あ、OK でしょ？ OK でしょ？はいよ、はいよ、はいよ。で、パワーがオンになった。なに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 ？落としちゃった、落としちゃった、大丈夫？隠れた方がいいのかな？大丈夫か？大丈夫か？そこの扉とかも開けられるようになったのかな。じゃあ、じゃあここも開けときますね。これで結構急がないと。これ、これ、これで、これね。はい、ここの部屋はただの、ん？なんかあったの今。何？今の何？注射器とボンドと、またターミナル。ターミナル。リクエッションズアンドロイド。スペディングナウ。んー、ファイアミー。You have to do this scene from your inner...Use the requestions Android。 まあそのこと言ってるんでしょうね。なんかある。よいしょ。まあ、ヒントが書かれてる。物語に沿ってやっぱり重要な情報が記載されてるっていう感じなんでしょうね。なんかガスが充満してるみたいなね、あそこの部屋は。ちょっといけないみたい。いけないみ、お？なんか、おうとか言ってなかった？大丈夫か？気のせい？よいしょ。大丈夫だよね。オッケーオッケー。じゃあ、あのね、アンドロイド動かした後、セーブ、あのポイント使いたいんですよね。なので、せっかくこんだけいっぱいセーブポイントがあるからね。大丈夫そう？
オッケー。じゃあこの子をボタン押して。Now play nice. Play nice. あ、白い人だ。白目だよね。大丈夫？あ、友好的な人だ。スケキヨ。あ、友達ができた。コンプレッションシリンダーが必要だって。ロー1、1列目のスタック B。ついてきてくださいって。うるさくしないでねーって言ってますけど。もう、お友達がやっとできましたね。付き添い人が。この人とエイリアン戦わせてみたいんですよね、ちょっと。どういうことになるのかな。この人が歩いてるってことは俺も歩いていいのかな。ちょっと一応手伝えるようにリボルバーを。あ、キーカードもいらないんだ。開けてくれたよ。おう、おう、大丈夫なのこれ。大丈夫なの大丈夫なの。うん、ここだって。コンプレッションシリンダーはここの一番奥の列にあるよって。そこちょっとバリバリしてるよ。俺行っていいの？そこバリバリしてるよ。大丈夫なの？あ、あ、え？ちょっと友達いなくなっちゃったよ。あんた、だから危ないよって言ったじゃん、もう。ちょっとせっかくお友達できたね。これ、ベンドで行けとかそういう系？ベンドはどこに繋がってんだ、これ。ベンドで行けないの？よいしょ。なんかフレアみたいなの落ちてる。コンパウンド B。あー、行けないんだ。あ、しかも隠れるだけ？ここ。隠れるだけっぽい？隠れるだけっぽいね。ってことは何かを、これを動かすのかな？何がバチバチ言ってるんですかね、これ。電源が、ちょっと待ってね。これは一体どういう感じ？この荷物を上に上げるとったり、下に下げたりすると道ができるのかな？ムーブアップ。何が変わった？特に何も変わってない。下げてみよう、こちら。あ、あ、やっぱ天井、あ、天井にくっついてたんだね。オッケーオッケー。じゃムーブダウンで、ここ行けるんだ。あ、やっぱり、それですね、多分。じゃ多分、こっちの一番奥のやつを下げればいけるんじゃない？よいしょ。ムーブダウン。こういう音には反応しないんだね。多分、これでいける。あ、いけるいけるいける。大丈夫？大丈夫？あー、あそこがなんかバチバチって壊れちゃってるんですね。ここも下げといた方がいいのかな。なんかアイテムとか出てくるの。倉庫だって書いてあったら、なんかアイテムあると思うんですけどね。隠れる場所があるってことは、すぐエイリアン出てくるのかな。ちょっと待って、 B って言ってたよね。どこ？ B って、ちょっと待って、どっか書いてあります？これ、この、あの列の一番奥だって言ってたから、あ、書いてある。B、B、B。B のどこかにあるってこと？お？コロンって言ったよ。ここにはないみたいだけどね。多分その列の一番奥って言ってたから、これか。とりあえずこれ下げてみますね。ムーブダウン。あ、これじゃないの？あ、あったあったあった。オッケー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 。じゃあもう、シリンダーを手に入れたから、ここはおさらばでいいのかな？音楽が変わったよ。あ、ただ、オブジェクティブコンプリートの。いや、エイリアンいるな。近くはいないけど、上を歩いてるみたいだね。いきなり降ってきたりする？しないのかな？いやー怖い。人間も
ちょっとセーブしていこうか、一応。じゃあ今回はそこまでだね。よいしょ。とりあえずセーブして終わります。大丈夫ね。またピコピコいってる。ということでまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。どうも、翔平です。また続きエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。前回はシリンダーをアンドロイドの友達が、焼け死ぬところを見つつ、ゲットして、ここに持っていかなきゃいけないんでしょ。ちゅうことはだよ、エレベーターに刺せば終わりなはずだが、ここはまだ煙があって入れないのかな。あー、やめて。やっぱり入れないみたいだね。で、メディキットで刺しとこう、とりあえず。ちょっとカットしますけれども、ちょっと作るものを作っておきたいなと思うんですが、どうしようかな。作っときまーす。よし。じゃあ行ってみたいと思います。よし。ですよ。あそこの煙の入ってる部屋は行けないということですね、多分ね。で、ですね、やらなきゃいけないことは、さっきエイリアンが、あの変な野蛮人たちを襲った場所を抜けなきゃいけないみたいですね。どうやら。今のところエイリアンは上を走ってるみたいだから多分、なんだ今の音は。風切り音は。どうだ？今のところ、音はないけれども。フラッシュバンとかの方がいいのかな？パイプボンブが強そうなんだよね。パイプ爆弾でしょ？ちょっと待って。特に真ん中でも何もすることないから、とりあえず行けばいいんでしょ？これ。うん。そうしよう。この人はさっきやられた人ね。サーチ。余計なことしない方がいいと思うんだ、多分。あそこ絶対いる気がするんだよね。お、タグ？ここも全員やられてる。エンプティー。おう、スッチね。じゃあ、とりあえずセーブはする前に、これ を入れて、あいよ。あ、音がした、音がした、音がした。とりあえずセーブしよう。エイリアン来るかな、エイリアン来るかな。とりあえずセーブさえしてもらう、こっちのもんだ。はい、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 はい。じゃあ、これで、押して終わりでしょ。ふぅ、オブジェクティブコンプリート。ってことでですね、次はどこに行くのかな？シーゴンシンセティクス。ストレージルームを抜けて、Make your way through the Seagon Synthetics to find the alternate way back to the transit where you left Samuels and Tyler. サミュエルとタイラーを残した場所に戻る道を、別のルートを探せということですけれども。順調に来てるね。なんかそのエイリアンとの、またセーブがあるよ。ってことは、あ、なんか、ちょっと待って。ここになんかあるよね、多分。ちょっと待ってね。ちょっと縮尺がね、あ、全然違うとこにあるっぽいね、これ。あ、なんか人がいるわ、そこに。ちょっとやっぱりセーブしよう。やっぱりセーブします。なんか死ぬ気がプンプンする。よし。じゃああの人にまた見つからない。あ、まだいるよね。これはなんだこれ。あの人たちに見つからないようにしていく。工場みたいですね。
何を作ってんだろう。なんかでかいプロセッサーみたいなのを作ってますけど、あれは倒さなきゃいけないのかな。ちょっと待ってね、なんかあそこにあるみたいなんだけど、多分ブループリンツじゃないのかな。あれ、あそこの階段を上に登ってしまうと大変なことになりそうなので、気づかれないようにしていきたいんだけど、また全く音が聞こえない。これ見えるんじゃないの？大丈夫なのかな？あそこにアクセスリワイヤーがありますね。ここは見られないのかな？なんかそんな感じですね。うわー、うるせえ。うるさいぞ、頭の上が。とりあえずあの人たちに見つからないように、このアクセスリワイヤーをいじくってですよ。咳をしてる。なんだろう。カメラフィードをオンにしてドアアクセスをアクティブ。やっぱこれか。 OK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 。 気づいてないみたいだから、あの階段はね、多分あ、はしごは登ってはいけないと思うんだよね。あ、そっちからも行けたんだ。じゃ静かに行ってですよ、まずあの上に行きましょう。上じゃないや、あのこの中入りましょう。ノイズメーカーとかでおびき寄せるのがいいのか。ちょっと待って、これはどういう、ああまだ地図ができてないからわからない感じか。大丈夫だね、多分。階段で上がっていってるね。ってことはだよ、ってことは、なんか、あそこにたどり着くような気がしてならないんだけれども。銃は使いたくないな、できれば。ボンドね。それはどこに繋がってる？あ、間違いない。あの部屋に繋がってるね。ここは開かない。じゃあ、こうやってぐるっと回って、どこに行けばいいんだ、これは。そこに多分ね、人がいると思うんだよね、俺の予想だと。ぐるっと回ってきたんでしょ。あ、やめとこ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 。セーブポイントがある。いいね、なんかこれぐらいの頻度でセーブポイントあったら楽だわ。そう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 、分かってんじゃん。こうやったらね、死んでもすぐ戻ってこれますからね。 OK。ただね、目的地がわからないんですよ。なんかこれでいじくる系かな、また。世界観はなんか2130何年って書いてあったんで、今から100年後ぐらいの話みたいですけどね。シンセティックエンジニアリクエスト。エンジニアの要求。アンドロイドがなんかおかしくなっちゃったから、誰かシーグソンから誰か人をもらえないかと。なるほど。24 hours。なるほど。24時間働いたと。トラウマペーシャントっていうのは多分外傷を持った、患者さんを助けるために働いていて、私はデンティスト、ね、歯医者なのにみたいな感じだよね。ウェイツっていうのは誰なんだろうね。よく名前が出てくるんですけど、ウェイツ wants everyone of them moved out of the hospital and no one is telling me anything と。ウェイツっていう人が、まあ、病院から全員を出さっていうふうな言ってるんだけど、誰も何もその、なんでしなきゃいけないのかを話さないんだと。あんまり戦いたくないんだけどな。これはこっから入っちゃっていいのかな。あ、いる。これはどうなんだ。あ、今ので気づかれないの。気づかれないみたい。よし。ご対面って感じだったけどね。で、わかった。多分ね、ここから入ってうまーく抜けていくんじゃないの。これ行く場所がないので、え、
ちょっとダメだ。やっぱりノイズメーカーみたいのを使っておびき寄せないとダメだな。ちょっと待って、初めてアイテムをうまく使う時が来たようだ。まずノイズメーカーをここら辺に、あれ違う武器を出した、俺まさか。エイムしてホールドでスロー、これで、あ、ノイズ出してる、ノイズ出してる。動いてるね、動いてるね、動いてるね。で、私はここの中を入る。お、いい感じ、いい感じ。これ絶対いい感じですよ。開いた。で、これいっちゃっていいのかな。ちょっと待って、ここから先に何があるんだ？ここ来てない場所だね。一応リボルバー出しておいて。ここ開く？開かない。トーチがリクワイアードって。コンピューター、一応アイテム拾っておきますか。よし。エンプティあれ？開かないのかな、これ。ちょっと余計なことはしないで、もうさっさと行こう。セーブもないし、何もない。これに乗ればいいのかな？ちょっとよくわかんないんですけれども、なんかうまくこなしてるようです。OK。バツになってるね。